さあ、水玉将棋チャンネルへようこそ。今日も楽しく元気に将棋の勉強していきましょう。今回は前回に引き続き必至です。その4となります。ヒントを差し上げます。ヒントはちょっとかゆいんですけど、必至をかけてください。いつも通りです。角と金、ちょっとね、身につく王手があると思うんですけど、多分それはダメですね。次に厳しい王手を用意する、そういうイメージでいくといいと思います。 1,2,3,4,5 答えを発表したいと思います。解けましたか？答えを発表します。まだだよっていう方はね、ちょっと戻ってあげてください。ビビビビビって感じですね。はい、正解は4一角。これで必至ですね。はい、これで必至でした。今回の問題どうでしたか？解けましたか？前回の問題に比べるとちょっと簡単だったかもしれません。難しかったよという方はぜひ続きの解説動画をご覧ください。では解説に移りたいと思います。今回の正解手は4一角、ここに角を打つ手でした。この手は次に2、3、金、まあ、あるいは歩成もありますね。で、玉を引いてここに金を入って頭金の詰みっていうのを狙っています。ですので、まあ、玉の方としてもですね、なんか受けないといけないわけですね。有力なのは3二銀と、ここの地点を受けつつこの4一の角を遮断する感じで指すのが有力なんですが、ここから2三金と、それでも打っていきまして、玉が引けば金で銀を取る、あるいは銀が金を取ってきても同歩成としまして、玉が逃げて3二と。角成りでもいいですね。これで詰みになります、はい、ちょっと戻しまして、これ今4一角と打った局面です。別の受け方やってみましょう。4二飛車という手もありそうですね。もし金を打てば玉が逃げて、これは攻めが2枚、玉方の守りが2枚ですので、これ以上詰みはありません。ただしここは2、3歩成といけるんですね。で、玉が引いて金を打てば、これは攻めが1、2、3枚、守りが2枚ですので、無事詰みに持ち込むことができました。最後ですね、一つ補足をしたいと思います。4一角と打つ手が正解の第一歩でしたね。で、あえて2、3金と打つ手、これも考えられます。玉を下段に落とす手なんですね。なんですが、この場合は残念ながら正解ではなくて、この三角など王手を続けると、これは王手は王手ですね。4一玉と逃げて、これ以上捕まりません。筋としてはこう4三角とね、次に角成りまでの詰みを用意する方がセンスはいいんですが、この場合も4二玉などと逃げる手がありますので、これも必至をかけたと言えませんね。ですので、なるべく王手はかけない方がいいという場合が多いんですが、それがコツで、次に厳しい王手を用意する、こういうふうに考えてあげるのがいいのではないでしょうか。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。エンディングだけ見てる人がいるんですかね。さすがにないですよね、はい。今回はですね、必至をかけるその4ということでお届けしました。次回はその5です。ぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価をお願いします。なので皆さん、後で押そうとか後でやろうって思うと思うんですけどね、今この動画見終わったら、1人行く前に
ね、テレビつける前にボタンポチッと押すだけ。